南満州鉄道、味覚型蒸気機関車南満州鉄道、味覚型蒸気機関車は南満州鉄道が製造した蒸気機関車。明確な記録が残っているのは1941年に製造された一両のみである。日本が作った唯一の複水式蒸気機関車である。1939年に関東軍は満鉄に、 水の補給施設が破壊されても長距離を走れる複水式機関車の製造を要請した。これを受けて満鉄は、ミカロ型をベースに、給水なしで 1500km を走れる車両を製造した。複水機式は、三菱神戸造船所が製造し、主要部分の製造1940年9月に完了する。取りまとめは、同所主任の宇野忠氏が担当した。 機関車本体は、大連工場で完成し1941年5月に、味覚501として完成した。本線試運転の後、同年9月24日から12月1日にかけ、満鉄技術研究所で試験が行われ、締め切り10%、時速5 1トルで、最大3 2 1 1トルを無停車で走ったとされている。その後、 1943年8月に神戸造船所から部品一式が大連に送られたとされているが、その後完成したのか、またどのように運用されたのかは不明である。中国国鉄の1975年発行の記者概要によれば、4両が複数式として完成し、その後普通のミカロ型蒸気機関車に改造されたという。ありがとうございます。